こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書富士山の形のあらすじ解説漢字確認をやっていきたいと思います。今回の話はね、みんなの心の中のイメージとしてある富士山っていうのと現実の富士山っていうのは形が違うんですよ、そういったお話なんだね。みんなの心の中にある富士山っていうのはこういうふうにね、先っぽが尖ってる感じでもね、実際の富士山っていうのは平べったいんですよ、こういったお話なんだね。でね、こういった富士山の形について語るときに欠かせない作品っていうのが太宰治の富岳百景なんだね。この作品については以前 OK 先生が紹介したんだけど、この中でもね、富士山ってそんな尖ってないんだよって、平べったいんだよって、のろくさく広がってるんだよって、こういった言葉が出てくるの。だから今回の文章でも太宰治が富岳百景の中でどのように富士山のことを言っているか、こういったところから文章が始まっているんだね。では一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずこの作品名富岳百景なんだけど、もともとは江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎の作品なんだね。みんな葛飾北斎の富岳三十六景って聞いたことがあるんじゃないの？こちらの作品なんか有名だよね。この富岳三十六景の中では富士山のいろいろな景色っていうのが描かれています。そしてこの富岳三十六景っていうのは後にさらに発展していって富岳百景として出版されました。つまりこの富岳百景っていうのはありとあらゆる富士山の絵が描かれた本なんだね。でね、太宰治も1939年に富岳百景っていう名前を付けた作品を発表したわけなんだね。つまりね、葛飾北斎はいろんな絵で富士山っていうのを表現したけど、太宰治は文章によっていろんな富士山を表現しようとしたわけだ。まず最初はね、葛飾北斎をはじめとする江戸時代の画家や浮世絵師たちが描いた富士山っていうのと実際の富士山っていうのを比べるところからこの文章が始まっています。江戸時代の浮世絵師や画家たちは富士山っていうのをかっこよく描いているんだよね。富士山の頂角、頂角っていうのは三角形の上の部分の角度のこと、その頂角がかなり鋭く描かれているよって。例えばね、歌川広重だったら85度、そして谷文鳥は84度ぐらい、そして葛飾北斎になるとほとんど30度ぐらいな尖った、そんなシャープなスラッとした富士山っていうのを描いているんだよって。つまりね、江戸時代の画家とか浮世絵師たちは富士山をかっこよいものとして描いた。頂角っていうのは基本的に鋭角、鋭角っていうのは90度より小さい角度だよね。85度とか84度とか30度とか、どれも90度よりはちっちゃい角度だよね。でも実際の富士山はそうじゃないんだよって。こちらが実際の富士山です。頂角、富士山のてっぺんは鈍角、90度よりも大きいよね。実際はね、120度ぐらいあるんだって。だからね、実際の富士山は全然尖ってない。全然シャープじゃなくて、それどころか頂角はのろくさと広がっている、こんな風に書かれています。つまりね、ここまでの文章でわかることは、主人公の私太宰治は富士山のことが嫌いなの、だから悪口言ってけなしてるんだね。富士山なんてね、大したことないよって、裾だけね、ブワーッと横に広がって、もしあんだけの裾があるんだったらね、本当はもっと高くないとダメなんだよって、裾が広い割には低い山だよね、こんな風に言ってるんです。富士山が嫌いな人、これ珍しいよね。富士山は日本を代表する山で、すごい雄大で綺麗な山として有名だもんね。その富士山が大嫌いなのが太宰治なんです。なんで富士山が嫌いなのか、それはこの作品富岳百景を実際に読んでいてみてください。下の説明欄に解説動画のリンクを貼っておきます。
でね、その後、今回の文章では、エドワード・モースが富士山について体験した話っていうのが出てくるんだね。みんな、このエドワード・モースは聞いたことがあるんじゃないの？明治の初めに日本にやってきて、大森貝塚を発見した人だね。大森貝塚っていうのは、縄文時代の人々が捨てた貝殻が積み重なっている遺跡だね。そのエドワード・モースが、日本人の学生4人と、貝殻を採集するために、取るために、神奈川県の江ノ島に滞在したんだね。でね、その時にモース、学生たちに富士山の形を描いてもらったんだって。なんでモースがそんなことをしたかっていうとね、ずっとモース気になってたの。日本人ね、富士山の絵描くときに尖って描きすぎてるんじゃないの？こういうふうに思ったわけ。だからね、学生たちに何も見ないで記憶によって富士山を描いてもらったんだね。でもね、その学生たちに富士山の形を描いてもらったとき、それはね、もう江ノ島に来てから数週間経っていたんだよね。で、江ノ島っていうのはね、よく富士山が見える場所だから、学生たちはね、毎日のようにしっかりと富士山を見てたわけ。でね、学生たちっていうのは測量とか製図っていうのを学んでいるから、形には敏感なはずだったんだよね。でね、さらにモースは学生たちが富士山の形を描く前に、富士山の斜面を誇張して描かないように言って、富士山をね、わざと急な山としては描かないように、こういうふうな注意も与えたの。ここまでの条件が揃ったらね、さすがに4人の学生たちは結構正確な富士山の形描いたんじゃないかな、こういうふうに思うんだけど、なんとね、その4人の学生、いずれも富士山を険しい山として描いたんだね。富士山って実際は鈍角だったよね。120度ぐらいの山。でもね、学生たちが描いた富士山っていうのは鋭角だったんだよね。つまり実際には鈍角の富士山が記憶の中では鋭角にすり替わっていたわけ。でね、その後にモースが実際の富士山の形を学生たちに示して、自分たちが描いた、つまり学生たちが描いた鋭角の富士山と比べてみせた時に、学生たちはね、驚きの声を上げたんだって。つまりね、その4人の学生たちは、自分たちの心の中では正確な富士山を描いたつもりだったんだよね。こんなにね、自分たちの描いた富士山と本物の富士山の形が違っている、こんな風には考えていなかったわけ。つまりね、無意識に尖った富士山、鋭角の富士山を描いてしまっていたんだね。これは一体どうしてなのか。さらにこんな話もあるの。初代駐日イギリス公使、ラザフォード・オールコックの話なんだね。彼はね、江戸時代の終わりに、幕末期に日本に滞在したイギリスの外交官、イギリスの代表だったんだね。でね、このラザフォード・オールコックっていうのは西洋人として初めて富士山に登った人物として知られているんだね。でね、彼は富士山に登るためにどんどん富士山に近づいていくときに何枚も富士山の絵を描いたんだね。富士山のスケッチをしたわけだ。それがね、どんな富士山の絵だったかっていうことを言う前に、彼がね、いかに冷静な外交官だったか、そういった話をしたいんだけど、富士山に向かって街道を進む中でね、その旅の中で起きたいろんなところを冷静に観察していたんだね。いろんなものの料金、値段なんかもね、詳しく書いている。途中でね、誰がお金を多く取って、そのことについてね、その人に問いただすと平気で嘘をついた様子とか、そんなこともね、見逃さずに書き留めているんだね。ところがね、彼が描いた富士山の絵っていうのは、冷静には描けていなかったんだね。やはりね、尖った富士山、鋭角の富士山っていうのをスケッチしていたんだね。これはね、なぜか、作者はね、このラザフォード・オールコックの精神状態が富士山を険しい山として描かしたんじゃないか、こういうふうに分析してるんだね。どういうことかっていうとね、この時の日本ってまだ鎖国状態だよね。幕末だからね、日本が変動している時代、この時の日本には外国人のことを敵だ、こういうふうに考える人たちもいたんだね。だからね、このオールコックっていうのは西洋人として初めて富士山に登った人だよね。つまり今までには西洋人は富士山に登ったことがなかった。だからね、それを阻もうとする不穏な動きっていうのがあったんだって。日本人の聖なる山、お山が汚される。つまりね、オールコックっていうのは西洋人でしょ？西洋人なんかがね、富士山に登ったら、お山が汚れる、汚れてしまう。こういうふうにね、考える日本人がいたわけだ。
でね、そういったことはオールコックの耳にも届いていたし、オールコックっていうのは護衛付きで富士山に向かって旅をしていたの。だからね、オールコック緊張してるよね。いつ自分が襲われてもおかしくないような状況だからね。だからね、その時オールコックが描いた富士山の絵っていうのは驚々しい姿、切り立っていてね、険しい山、恐ろしくて気味の悪い山として描かれたんじゃないか、こういうふうにね、作者は言っているの。つまりね、人の気持ちっていうのが絵に作用した例なんだね。一方でね、その後明治時代になってから20年以上後にやってきたイギリス人の画家アルフレッド・パーソンズなんだけど、このイギリス人の画家はどのように富士山を描いたのか、それは実景に即した富士山を描いたんだね。つまり平べったい富士山、裾野が長い実際の富士山を絵に描いたんだね。それはね、このアルフレッド・パーソンズが写真のような絵を特徴とする風景画家だったっていうことと、富士山がね、目の錯覚とか心理的な影響によって高く見えやすい山だ、こういうふうなことを知っていたんだね。つまりね、富士山っていうのは独立峰でしょ、単独で存在してる山だよね。周りに似たような高さの山がないから、目で見た時にね、富士山の大きさ、高さっていうのをね、感じやすいわけ。しかもね、山頂には、山の頂上には大きな噴火口がある火山だ、こういうことをみんな知ってるでしょ。だからね、富士山の名前を聞いたり見た時に迫力を感じやすいんだよね。だからね、そういったことが重なってみんなが富士山を見た時に切り立った高い山、こういう風に感じてしまう、こういうことをね、このイギリス人の画家はよく知っていたんだね。だからこのパーソンズは騙されずにちゃんとした大きな裾野を抱いた平べったい富士山っていうのを描くことができた。じゃあね、一方で同じ画家の葛飾北斎はどうなのって、日本の画家はどうなのってみんなこう思うよね。最初に紹介したこちら外風快晴なんだけど、こちらは切り立った富士山が描かれているよね。他にもね、山下白雨なんかも険しい富士山が描かれている。じゃあね、日本の画家は葛飾北斎なんかは心の中の富士山ばっかり描いてて、自分の心象ばっかり見ていて、現実の富士山、実景っていうのをちゃんと見てなかったの？みんなこういうふうに思うかもしれないよね。実はね、そんなことないの。この富岳36景や富岳100景の中にはいろんな富士山が描かれているんだけど、その中にはね、ちゃんと実景通りのゆったりとした平べったい富士山っていうのも描かれているんだよね。つまりね、葛飾北斎だってちゃんと分かっていたの。ちゃんと富士山が平べったいってことを分かってたんだよね。ただね、葛飾北斎はタイトルに合わせて富士山の形を変えてたんだよ。こういうことなんだね。例えばね、外風快晴の外風っていうのは、初夏のそよ風って意味。山下白雨の白雨っていうのは、にわか雨のことなんだね。そういったね、タイトルに合わせて富士山の形、表現の形式っていうのを変えてたんだね。それぞれのタイトルに合わせて様式化を図ってた、こういうわけなんだね。つまりね、葛飾北斎はその画題、タイトルにふさわしい情景っていうのを描くときに、本物そのまま、実景そのままの富士山ではなくて、抽象化されて変形された富士山っていうのを選んでたに過ぎない。富士山もまた葛飾北斎の様式化の手続きっていうのを受けていたんですよって。つまり葛飾北斎が求める表現の形式っていうのに合わせて富士山の形が変えられていた、こういうことなんだね。でね、ここまで聞いた時みんなもう分かったでしょ。富士山ってどんな形してるのか、これがもうバッチリ分かったよね。その上でね、みんなにさっきのモースの課題が出されたとするよね。富士山の形を自分の記憶に基づいて書いてください。こういうふうにね、鉛筆と紙を渡された時に、ちゃんとした富士山、実景通りの富士山書けるかな。やっぱりね、あの時のモースの4人の学生と同じように、こんな富士山、尖った富士山書いちゃうんじゃないの？これはなんでか。その理由は、日本人にとっての富士山っていうのは視力を超えた感情にまで及んでいるからだ、こういうふうに作者は言っているんだね。平べったい二等辺三角形の形、これが本当の富士山なのかもしれないんだけど、みんなの心には感情には即してないんだよね、そういった富士山の形は。
みんなの心の中にある富士山っていうのは、先っぽが、聴覚がもっと尖っていて、限りなく正三角形に近い形の富士山なんだよって。なぜなら、正三角形っていうのは数ある三角形の中で、最も安定していて、基本的で、不動の形であるから、富士山は正三角形でなければならない。心がそう思っちゃってるんだよ。こういうふうに作者は言っているんだね。だからね、みんなが目と鼻の先ですごく近くで富士山をしっかり見たとしても、やっぱりね、その後みんなの心の中で正三角形に戻っていくんだよって。でね、この正三角形の正っていう漢字が、聖なる聖、聖なる正三角形。みんなの心の中で見る富士山は、遠くに白々とそびえている永遠の正三角形なんだよ。それがね、日本人にとっての富士山、富士の形なんだよ。こういうふうに言って、今回の文章は終わっています。どうですか？今回の話、面白かったですか？実際の富士山とみんなの心の中の富士山とそんなに大きな違いがあるなんて驚きだったよね。実際の富士山のすごいところ、みんなにたくさんの恵みをもたらしてくれているっていうことは、こちらの動画、水の山、富士山で紹介していますので、こちらの方も興味がある人は見てください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。